最初僕あの X-Pro1 がもう大好きで最初 使ってたんですね。なんでその後 X-T1 はすごい大ファンですね。あの質感から、うん、操作性が特にこのアナログ感覚というか本当フィルムカメラ使っているような感覚が大好きで、もういいですね。サイズ感といい重さといい、本当あの産後のカメラよりもこのホールド感とか逆にいいんじゃないかっていう。だからこのダイヤルの位置だったりボタンの位置だったりが XT1 とかにもうほぼ近いので、このアナログ感も使いやすいと思います。まあ昔からずっと中盤なのでフィルム時代から5000万画素クラスのって割と本当使いやすくて、やっぱり画素数が大きいっていうのは後処理にもやりやすいんですよ。まあどうしてもフォトショップとかで後でレタッチするにあたって、まあ 100% で常にデータは見るので、画質的な良さがいいほどやっぱ後の扱いもやりやすいんで、そういうことはいつも求めてましたね。いや会長絵は綺麗ですね。会長とか質感というか絵はすごい綺麗だと思います。アンプからハイライトまでしっかりディテール、会長が綺麗に出ててびっくりしました。 X の面白いのは生々しくないなんか味があるんですよね。フィルム的ななんか味がついてるのが好きですね。カメラは割と道具なんですよね。逆に X シリーズに対してはすごい愛着があるんです。使いやすいし、もう目つぶっててもなんか作業できるしみたいな、そういうバグとかも一切ないし、もう信頼しきってるっていう。けどプロ用のカメラに関しては本当あくまで本当に道具で、本当プロの仕事として要望に応えてくれるカメラシステムになっていただきたいですかね。